ダソードプロジェクトは、クロスワイヤーバイブルソサエティによるの聖書、フリーソフトウェアプロジェクト。GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされた、クロスプラットフォームのオープンソースツール群を開発することを目的とする。それらのツール群は、プログラマと聖書協会が、新しい聖書ソフトウェアをより簡単で、効率よく開発できる用意とされている。 ソードプロジェクトのコアな部分は C で記述されたクロスプラットフォームなライブラリー集である。増え続けている50以上言語と200以上の訳へのアクセス、検索及び他のユーティリティを提供する。それらの API を用いて作られたソフトウェアはこれらの訳を利用することができる。このプロジェクトは聖書を符号化するために標準化された。 XML 言語のサブセットである o p e n s c r i p t ーイン i n f o r m a t i o n スタンダードの主要な実装者であり協力者でもある。このソフトウェアはテキストエンコーディングイニシアティブフォーマットを用いて符号化された特定のリソースを利用することができ、シオロジカルマルクアップランゲージとゼネラルバイブルフォーマットと介護完成を維持する。 フェドラ16で聖書の3つの翻訳をバイビルタイムによって表示した様子フロントエンドとして利用が現状可能なのは Windows、様々な Unix、主要ラインの Linux ディストリビューション、f r e e b o o z d Mac、OS 10, Windows CE、インターネットタブレット OS、CGI ユーティリティとしてとその他のプラットフォームである。それ以外にもこのライブラリを利用する フロントエンドがいくつか存在する。JSORD から分離された Java による GUI 実装が少なくとも二つ存在する。一つは、より熟成したビブラデスクトップであり、もう一つは、改良版 JSORD の Windows フロントエンドと歌われる比較的新しい歩きターブである。E、ソードバイブルソフトウェアプログラムは名前こそ類似しているが、 ザソードプロジェクトの成果物でも、ソードプロジェクト API を利用した、作られたソフトウェアでもない。聖書ソフトウェアレビュー、レビューオブマクスワードバージョン1.2、2005年6月13日、フォスタートライブソードボブルレビュー2008年11月25日、マイケル・ハンセン、スタディング・ザ・バイブル・フォー・フリー、スティミュラス、ボリューム12ナンバー3。オーガスト2004。 ページ三十三から三十八。a l ファソルトレリージョンミーツコンピューターレボリューションザポストスタンダード二千十一年五月十七日時点のオリジナルよりアーカイブ二千八年三月十七日閲覧デビッド A アッターリナックスザフラッシュザフィッシュウェブプロニューズ二千八年十月十一日時点のオリジナルよりアーカイブ 2008年3月17日閲覧。ソードボブルハット、ブバブルハット、エクスソードハット、ホクソワードハット、ピソー,トソードハット、バイブルデスクトップ1.0リリースド。リナックスニュース。2008年3月17日閲覧。バイブルソフトウェアレビュー。2008年12月24日閲覧。ありがとうございます。